中村玄閣は、戦国時代の武将、中村ひなた下野国の宇都宮氏家臣、第十四代中村上主、小二次長、実名は不詳、入道して玄閣、宇都宮氏の五子に入るほどの当匠と謳われた、源の義経の維持とされる、中村智貞より数えて十五代目の孫にあたる、中仙台の乱において、宇都宮氏の真になり、 急梁である中村城を、この玄格の代まで、累代居住としていた。入道して着難次長が、中村城主になる。中村入道、玄格石碑天文13年10月に、有吉氏の家臣で負け知らずの猛将と言われる、水谷忠志村が攻めてきた際に、着難の次長と共に撃退している。領民に慕われていた玄格親子は、中村の領民と共に、 その晩、宿杯をあげていたがその領民を盾に、政村の軍勢が野衆をかけた。玄閣は、着南寺長に城に火を放ち、その隙に領民を逃ししか宇都宮を頼るよう命じた。玄閣は、城の南西において、激闘の中、討ち死にした。次長は父、玄閣の命により中村城に火を放ち無念の中、宇都宮へ返した。その後、中村領は敵に落ちるが領民は、 中村玄覚、次長親子をしたい、畑に血縛り殿に昼もくげた二万竜なけりゃ、良いという草取り歌を歌い継ぎ、果敢に領民を守った玄覚の内死にの地には、石踏みが立ち、最後の上主次長を祀る者が、領民によって混流され、現代まで伝わっている。中村氏は、宇都宮氏の家臣としては、中村上落城までの間、 中村十二号を中心に二千国以上を漁したと、されている。猛歌市案内第四号、P69、返上寺腰猛歌市市案内第四号、P69、返上寺腰薫全寺栃木県猛歌市地元、返上寺の区伝では次長は、欧州岩河口の館に住んだとされるが、新田氏族の中村ひなたと混同されて伝わったものと、考えられる、また水谷川の資料、 水谷万隆期には、父の治む持ちが玄閣を打ち取ったとあり、関西重州所下府の治む持ちの府分に、猿山の合戦後、中村十二号が結城、水谷良になったとある。猿山合戦は、大英六年であるので、この年が廃場と考えられる三景新聞座、三景ニュース、万道士の系府、中村玄閣。ありがとうございます。